長くなるぞ、ごめんね。時間がだいぶ長い時間になりましたけれども、台湾の皆さんと一人ずつ一人一人目を合わせて、感謝の気持ちをですね、お互い交換できたのがすごく嬉しいです。オープニングでも言いましたけど、浪川君が来たり井上和彦さんが来たり、リモコンがね台湾でやったりとか、どんどん日本と台湾の、関係が身近になって、もっとたくさん日本のアニメーションで、台湾のファンの皆さんと一緒に楽しめる日がね、たくさん来るんじゃないかなというふうに思っています。その時まで僕も日本で頑張りますので、またみんなで一緒にここ台湾で、楽しいイベントができるように、はい、待っててください。その時もまたここに来て一緒に僕と楽しい時間を過ごしてください。今日はありがとうございました。又在考验我。对呀、啊，这么长串怎么掰呢？我跟大家讲重点，因为我相信大部分的粉丝大家也听得懂了。是啊。他说今天时间呢，这也超过了，那大家感谢大家非常热情。那今天来这边，然后能跟大家面对面，跟还有就是一位，就是跟大家一个面对面，然后大家又给他有一些就是。可以跟大家面对面有一些对话，让他非常的高兴。然后他一开始开场也说过了，就是之前去年的那个浪川先又来，那上一周那个井上先又来，那再加上说那个李波空，就是很多他相信说很多现在日本的一些活动都会到台湾来，那有机会有更多的机会跟大家见面。那希望说以后如果说还有机会来跟大家来到台湾跟大家见面，希望说大家能够继续支持他这样子。然后今天也非常感谢大家来这里，谢谢。好，那我们再次给他最热情的尖叫声。好了，那我们跟他彩悠娜娜好不好？好吗？很舍不得，还是得要这样子咯。彩悠娜娜 to everybody。那你，彩悠娜娜，の時間ですね。彩悠娜娜。はい、楽しいですけど、また会いましょう。大好きだよ。